はーいお疲れ様ですもとみつです言論プラットフオブラホラーチャンネルになります今回のお話なんですけどこちらの記事ですね厄介者のカメムシを食用化しようぜってそんなアイデアをですねある大会まあそういう高校生とかの大会で発表したそんな学校が最優秀賞を受賞したぞーっていうことで話題になってるわけなんですよねカメムシを食べるそんなアイデアがあって まあ、とにかく非難されまくってるわけなんですけどネット上では、まあ、しかもですねこの高校の偏差値がやべえぞっていうのも発覚してですねもう、まあ、とにかくネット上で批判殺到してるわけなんですよねもう少し考えてから、えー、そういうアイデア出してくれーみたいなのとかこの受賞はやべえだろみたいな声が批判殺到してるんで今回その件についてね見ていこうかなと思います元道のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします、まあ、もちろんね、まあ、そのアイデ ただカメムシを食べんのかって、まあ、その発想やばいだろうっていうことをね今回お話ししていこうかなと思います。ということでこちらの記事なんですけど高校生の SDGs 実現のアイデアを発表する大会の表彰式が9日に岩手県盛岡市で行われ。 くずまき高校のチームのアイデアが最優秀賞に選ばれましたって言われてるんですけど、まあ、とにかく SDGs のいろんなアイデア出そうぜっていう大会があったみたいなんですよね SDGs クエスト未来甲子園は持続可能な社会の担い手を育てるため高校生のチームが SDGs の目標達成に向けたアイデアを発表する大会です岩手県内では初開催となった今大会には58チーム200人の生徒から応募がありました 9日はファイナルセレモニーと題して優秀なアイデアの表彰が行われ最終審査に残った12チームのうちくずまき高校のチームが最優秀賞を受賞しましたって地域で大量発生するカメムシを実用化するアイデアで厄介な害虫を地域の魅力にするという発想の転換が高く評価されましたって。 まあ困ってるものとかを再利用しましょうとかそういうアイデアはわかるんですけどただカメムシを食用化する。 はあ、みたいなそんな内容がね、えー、最優秀賞を受賞しちゃったわけなんですよね、まあ、確かに地域で大量発生したり昨年もなんかむちゃくちゃカメムシが大量発生をしていましたけどまあその困ってることを何でもかんでもはいじゃあこれにしましょうっていうのはさすがに無理があるんじゃねえのかって元光は思っちゃいますけどねこれ誰が審査したんだって感じちゃってまあネットでもねものすごい批判殺到してるんですよまあ高校生はね子供なんでまあ、突拍子もない考えなのかもしれない ですけど審査基準どうなってんのって思っちゃいますけどね、元光的には。くずまき高校の吉田さんということで、この人が考えたってめちゃくちゃ嬉しいです。身近にカメムシがいるので、普及して家庭料理ぐらいになったら嬉しいって言ってて、いやいや、それは無理があるだろうって、元光には覚えちゃうんですけどね。大会はこのほか、盛岡農業高校が提案した廃棄される梅を活用したパンの開発や、お全然なんか現実味あるね。とか、岩屋、道とか、 高校の生徒が独自開発した備蓄食を広く PR するアイデアや。 くじ東高校が取り組む白川の廃材をものづくりに活用するアイデアが表彰されましたってめっちゃここら辺はねなんか現実味あるような感じなんですけどえなんか最優秀賞がカメムシ食べようぜっていう内容なの本当にそれ理屈的にいけんのかっていう内容なんですけど、まあ、他の表彰されているアイデアに比べるとかなりぶっ飛んだ内容が優秀賞として選ばれてるような気がしますけどねセレモニーの後はワークショップも開かれ生徒たちは SDGs に関する 意見交換をを通ししてて深めていました最優秀賞を受賞したくずまきこのチームは6月に予定されているオンラインでの全国交流会に出場しますっていうことなんですけどこれ言えば何でもいいのかって感じのね、えー、そんな大会になっちゃってるんですよ。 まなのでネット上ではこういう声とかが上がってるんですけどいやマジで無理だぞってほんと勘弁してくれよっていう風にに言われてるわけなんですよね元光何回かジジニュースの方でもお話しましたけどコオロギとかでももう無理だろうみたいな話になってるわけなんですよカメムシ食うとかはさすがに現実味ないように思えちゃうんですけど、まあ、なのでネットでいろんなことが調べられてるんですけどカメムシ食用科で SDGs アイデア大会最優秀賞のくず巻高校偏差値38% ったことが判明はなーっていうのがね言われてるんですけどまあ確かにさっきのカメムシのアイデア出した高校はね偏差値38だーっていうことであまりにもアイデア雑なんじゃねえのかーっていうふうにねいろいろ言われてたりするんですよねまあアイデアというよりこの審査どうなってんのっていうのがね言われてて、えー、まあネットの意見を見ていくとあの異臭を放つ虫をあえて食べようとする人はほぼ誰もいないだろうってカメムシはアルデヒドト系の毒を持っていますっていうようなね情報とかもね いろんな人が言ってたりそして実際に食べてしまったという人は大変な目にあったようですまたカメムシ料理を食べた人が食中毒を引き起こしたケースもっていうことでねまあこちらの資料とか挙げてくれてるんですけどその他にこの分泌物にはアルデヒド、エステル、酢酸、タンカー水素が含まれていますこれは葉や果物を分解して食べやすくするための成分などになるのでカメムシには毒性はありませんですが分泌物に含まれるアルデヒドは人間の皮膚に触れると火傷をしたように感じられる 場合があるそうです捕食者や敵の防御のためにカメムシは臭い液を放ちますということで「やべえじゃんそんなの」って本当にそれを SDGs で食べるアイデア的になりたってんのかっていうふうにね言われるんですよね。カカメメムムシシはは人間を噛むののかってカメムシは植物の葉や茎 果実などに口に口あるストローをを差しし込んで栄養を吸収します噛むというより刺しますということが言われてたり基本的にはカメムシは人間を噛んだり刺したりはしませんですがカメムシが間違って人間を刺すことがあります皮膚の薄いところや皮膚の弱い人はカメムシに刺されると少し患部が腫れたり熱く痛みを感じることがあるそうですまあこれ食べるには関係ないかもしれないですけどカメムシやべえよみたいなカメムシの中の刺しがめと日本でよく見かける緑色や茶色で五角形の体 をしたカメムシには毒性はありませんが主に南米に生息するカメムシには注意しておきたいものがいますそれはサシガメというカメムシですと毒を持ってるカメムシもいるということで他にもねか過去にカメムシ食べたっていうようなねそんな意見があったりするんですよ本物のカメムシを食べたらどうなるかって脳が首ごと吹っ飛びそうなくらい苦い舌がしびれて喋れない舌にできものができて数週間治らないぞーっていうのをねツイートしてる人がいてですね2016年 んですけど床に転がっていた小さいのをマーブルチョコと勘違いしてまあパクリ通って食べちゃったんだっていう人がねいたりするわけなんですよね、まあ、かなりやばい生物なんじゃないのっていうのが言われてるわけなんですよ。 まあ SDGs の一環でカメムシ食べましょうっていうのがちょっと考えがやばすぎじゃねっていうことが言われてて他にもねカメムシって容器に入れられて匂い噴射した後自分の匂いの強烈さで死んじゃうらしいですねそんな虫食べられるんでしょうかっていうことでこんな感じで記事があってですねカメムシの臭さでカメムシ自身が死ぬのは本当だったっていうようなねそんな記事とかもあったりするんですよねまあ相当やべえやつなんじゃねえのって言われてますねとか他には 昆虫食は高校生が広告とカメムシといえば臭いイメージがあるそれを食べるのは勇気がいる普及して家庭料理ぐらいになったら嬉しいというむしろ家庭料理になったら悲しいぞ私はって食料危機でもないのに何で昆虫食べなきゃいけないのかって昆虫を消化できないし寄生虫がいるのにどうするのっていやほんとそうだよね、まあ、カメムシだけじゃなくて昆虫食ってそもそも日本ではあんまり感覚ないんだから もっと他の形で SDGs を実現していくべきなんじゃないのっていう話ですよね。まあ、食べ残し減らすとか、うん、ロスととかか減らすす方が先ですよねとか他には食料問題が起きてもカメムシを食べなくて済む研究してほしいなっていやほんとそうだよね。 食料問題本当に虫食べなきゃいけないぐらい食料ないですよってなった時にそれを食べなくて済む研究をしてくれっていやほんとその通りだなって本光思っちゃいますねとか他にはカメムシを家庭料理に普及させたい女子高生たちには申し訳ないが君たちは悪い大人たちに利用されただけなんだよってカメムシなんか食べさせないでくれって一つ二つと虫料理が増えてそれが浸透してしまったら大迷惑なんだよ悪い大人たち たたちの思惑通りになななるるだけなんだけんよよ虫を食べさせたがるなよっていうことでまあコオロギ食とかも無理やりね、あのー、給食に出したりだとか進めまくってましたからねまああれがいいなんて思わないでくれーっていうようなねそんな意見があったりしますねということで今回はカメムシを食べて SDGs しようぜっていうアイデアが猛批判を受けてしまうっていうようなそんなお話でした皆さんの今日もね是非お聞かせいただけたらなと思います いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました